っていうところで今日は ISFP、はい、まあ、SP 型というと、うん、酒の神バッカス、はい、ディオニソスですね、うん、なので自由自由自由、はい、やりたいことをやるっていう人なので、うん、あまり動画の人気がない人たちかなと思ったら、はい、意外や意外、あの、うん、我々のこの M8 招待でも、うん、ISFP さんは、うん、あの比較的ご覧になっていただける方が多くてですね、うん、諏訪一大寺だと、これはチャンスと、はい、はい、ということで、うん、ISFP の紹介をさせていただきたいと思います。と ISFP 内向、ここでは五感と書いてありますね、はい、内向五感情緒柔軟の方、 ISFP 調和を願う繊細な人、不言実行の控えめで温厚な人とありますね、うん、この ISFP さんの性格は、感受性が強く思いやりがある ISFP は最も地に足のついた気取らない人ですと。口数は少なく友人や家族にまず忠誠を尽くし、そこからごく少数の知人のために尽くす不言実行の人ですと。強い価値観があり、信頼している友人にしか胸の内を明かさず、信頼する相手をよく吟味して選びますと。信用できる人ですね、うん、感受性が強いので、身近な人の悩み事を一緒になって背負ってしまうところがありますと、うん、観察眼が鋭く好奇心旺盛で、人や動物の気持ちをすぐに察するので、人間関係のもつれに首を突っ込みすぎるところがありますし、多弁な人に言いまかされてしまうこともありますと。調和を保ち、人を喜ばせたいと思っているので、自分の胸の内にマイナスの感情を溜めてしまうと心身に悪いので注意しましょうと。人を信頼しやすいので、早口でカリスマ性のある悪事を働く輩に騙される危険も。もう少し健全に人を疑い、失望されないようにしましょうと。今までにない、はい、この辺でこの注意事項が出てくるっていう、はい、人を信じすぎる人、うんうん、なるほど。とても忍耐強く柔軟性があるので、人の行動や心情をめったに批判しませんと。変化には抵抗せず、おとなしく従います。現在に没頭し、ささやかなことに美を見出します。人生はできるだけ複雑でない方がいいと思っており、家族や私生活を大切にしますが、計画を立てるのが苦手なので、避けられたはずの不快な状況に直面することがありますと。将来の予測を立てるのが苦手なので、時に悲観的になることも。秩序や整理整頓は苦手で、すぐにその場で終わる仕事を好み、縁の下の力持ちになりますと。なるほど、うん、純粋すぎる人、純粋っていうかいい人すぎるじゃないですか。騙すより騙される方がいいみたいな、みたいな感じなんですか。もっと上手にやりましょうよって言いたくなるんですね、うん、その場で終わる仕事云々は SP っぽいと。まあそれでもそれでいいやって言えちゃう人ってことじゃないですか。あー、うん、あーなるほどね。要は、うん、僕みたいに、うん、なんか上に行かなきゃとか、うん、そういうのもなく、うん、なんかね、僕縁の下の力持ちって書かれると、うん、僕がもしかこの ISFP だったら、はいはい、俺をいつも下にするなって思うんですね、うん、縁の下の力持ちって書くなよって、うん、でも縁の下の力持ちは褒め言葉ですよって。褒め言葉ですみんなを支えてるから、その人いないと、まあ、そうなんですけどね、うんうんうん、使えない人よりはいいんですよそうなんですけどね、はい、ただまあここにも書かれているように、もう少し健全に人を疑い、うん、失望されないようにしましょうと、うん、要は騙されることで、うん、その周りの人に、まあ、身近な人に、うん、あんたまた騙されたのみたいな、うん、でも本人は何とも思ってなさそうなんですよね、うん、ケロッとしてそうで、だからこう狭くなんじゃないですか。些細なことに幸せを見出して、だからもう傷つかないような手段あかな。現在に没頭し、ささやかなことに美を見出す、うん、人生はできるだけ複雑ではない方がいいと思っていて、うん、
家族や私生活を大切にする、うん、なるほど、うん、だからもう家族や私生活だからもう小さいところ、まあ、ある意味幸せですよね、うんうん、だって僕も家族大事で、はい、うん、家族の幸せが一番だと思ってるので、うんうん、でみんなが思ってればみんな幸せじゃんと思ってるんですよ。はい、でも踏みにじろうとする人がいるんですよ。それとも極刑ですよ、はい、その別にこの過程を踏みにじろうはないですけど、はい、上に立つために欲がとかですよね、はいはい、幸福度は高そう。確かにモッチーさんそうですね、うん、ISFP でも繊細なとも書いてありますよね。繊細でしたっけ。あ、書いてあります、はい、時に批判、うん、悲観的になることもある、うんうん、だから耐えられなくなることもあるってことじゃないですか。本当は我慢してんじゃないですか。で見ないようにみたいな見ないようにとかもうこれで幸せなんだって思い込もうとしてるけど、うん、時に耐えられなくなって悲観的にもうダメだってなることがある。まあエニアグラムは僕は人の自動反応だと思ってるんですけど、はい、この16タイプとか MBTI も結局は自分の中に入ってる OS みたいなものですよね、うん、自動反応、自動反応、もうそういう癖考える癖。だから嫌なことがあった時にもう小さな幸せを見つけて、はい、もうこれでいいんだって満足しようとするか、はい、わーっと落ち込むかみたいな、はい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 、っていうところですよね、うん、多分、縁の下の力持ちいいな、そうなんだ。僕はどうしてもやっぱなんかこのカリスマとかに憧れるので、うんうん、なんか尾崎さん言うじゃないですか、うん、お信じるやつは俺についてこいって、うん、でもそれを支えてるのが縁の下の力持ちみたいな感じじゃないですか。でもなんかあっちの方が得でしょって思うんですよ。得かどうか分かんないですよ。うまいこと転がされてる芸能人とかもいっぱいいますよ多分。あ、そうだから結局、うん、自分の価値は自分で握っていたいんでしょうね、うんうん、サラリーマンなんですけど。はい、ある意味その場を支配している感じもする縁の下の、あ、うまい、縁の下の力持ちと、うん、縁の下の力持ちは大切だと僕も思ってますよ、うん、思ってます、うん、縁の下の力持ちやってる分には楽しいけど見下して干渉してくる連中がいるのが嫌いなんだねと、こういうやつですね。僕そんなこと思ってないですよ。いやなんか自分がいや なんて言うんだろう、好きでやってるんだね、全然いいんですよ、うん、支えたいと思ってやってるんですから、うん、ただそのこういう本とかで、うん、あなたは縁の下の力持ちですって言われると、うん、決めんなよって思うだけです、うん、思いますよねって。ではこのパートナーとしての ISFP、うん、ISFP 型は欲求よりもパートナーの欲求を優先する上、喧嘩を避けようと怒りを溜め込んでしまうところがあります。とはいえパートナーと深く親密な関係を築きたいと思っているので、忍耐強く前向きにISFP の話を聞くようにしましょうと。なのでこれはあれですね、 ISFP をパートナーに持った側へのアドバイスですね、うんうんうん、ISFP さんはこの人のパートナーの欲求を優先するのにして、うんうん、喧嘩を避けようとして怒りを溜め込んでるよと、うんうん、なので逆に話を聞いてあげようと、うんうん、ISFP の、うん、で家族や友人から優しさや思慮深さを褒めてもらいたいと思っていますし、うんうん、自分が大切な存在だと言ってほしいと思っています、うん、これはみんなそうですよね。だからさっきのあれですよ、縁の下の力持ちをディスっちゃいけないんですよ。もう支えてくれてありがとうって、僕ディスってないですから、ね、それでいいんですかってじゃあ言われたら腹立ちますよねって言っただけなんですけど、下でいいんですかって、下って下じゃないですもん。なるほど、はい、あれですね、やっぱり認める、認める、だからそのこの人たちが縁の下の力持ちならそれを認めるみたいな、はい、いつも支えてくれてありがとうじゃないですか、うん、ありがとう、うん、人から縁の下の力持ちって言われると反抗したくなる気持ちはタコタコさん分かりますよね、うん、そうですよね。あ、ドラクエさん、特に ISFP と INTP は職場とかで居合わせると何をどうやり方を工夫して変えても何かしら不満点を見つけて絶対に文句を言ってくるといった P の面倒くさい面が顕著に現れるタイプと、はい、
いう指摘もありますが、はい、ENTP になったことのある体調、はい、どう思われますか。わ、はい、かる気はします。そうですね。でもさってそうですね、基本私が何か言うと、うん、全て反対に反対に立つ、まあ、これはバランスですよね、多分ね、はいはい、バランス、まあ、それが面白いかなって思って、まあ、うう特にやってるそういうチャンネルです、はいはい、部分もあります。僕に寄り添おうと思えば寄り添うこともできる。まあ普段は結構寄り添ってますけどね、めんどくさいんで言っためんどくさいって言ったはい、はい、まあめんどくさいやつですね、確かに。あ、別に二等兵がめんどくさいじゃないですよ、普段日常。ああ、なるほど、うん、全部こう反発していったらこうめんどくさいじゃないですか。確かに、はい、圧力しか生まない。はい、あやさん、人から縁の下の力持ちって良くも悪くも良くも不足も日本の一昔前の学校秀才と。はい、ではこの ISFP さんが人間関係で重視していること、はい、互いに責任を果たす、はい、一緒に楽しむ、仲間付き合い、親密さ、価値観が同じ、うん、話を聞いてもらう、うん、なるほど。やっぱりこ一緒にとか互いにとかっていうタイプなんですね、うんうんうん、はい、仲間付き合いとか、うんうんうん、なるほど。軽視していることが、宗教的信条が一緒だとか、はい、子育ての方針とか経済的な安定、性的な相性、知的な刺激は別に特に重視していない、うんうん、なるほど。でこの ISFP さんへの注意点としては、対立を生むことになっても時には問題を直視し話し合おうと、将来の計画を立てて物事をきちんと実行しようとありますね。はい、まあ僕も F 型の人間なので、はい、そうなんですけど、やっぱりこの T というのはシンキング、はい、思考とか、うん、ロジカルな人、はい、でロジカルなことを言われるとロジカルな説明も、うん、否定に聞こえるんですよね。っていうのは多分これ F あるあるだとは思っていて、はいはい、この相手がロジカルに言ってきたことに対しては、うんうん、それは何て言うんだろう、対立を生むことになってもってここに書いてあるんですけど、うんうん、ロジカルの対立は対立ではないですよね、うん、僕の言う2回目の対立っていうのは何て言うんだろう、その喧嘩的な喧嘩とか、そのロジカルな対立は分かり合うための、うん、理解し合うための対立ですよね、まあ、すね、だから決してなんて言うんだろう、別に空気が悪くなると思わなくてもいいんじゃないかなっていうのは最近学んだことです、うんうん、相手を否定するはいって聞こえるって話ですよね。否定してるように聞こえる、うん、はい、うん、けどそれは決してそういうことばかりではないということですよね。相手を否定するつもりはないって話ですよ。その理屈おかしいんじゃないですかってだけじゃないですか、うん、なぜならこれこれこうですよね。理屈おかしいんじゃないですか、カチンとくるかもしれないな。まあその言い方をどうするかですよね、はい、T の人は理屈おかしいんじゃないですかはでもまあそういうことです、はいはい、あなたおかしいんじゃなくてその理屈がおかしいって言ってる。これもこの辺はい、はい、この辺です。体調理屈おかしいって言われて、うん、どの辺がですよね。で例えば、うん、F の人が誠心誠意説明しますよね、はい、うん、それがああと思えば、あ、そ、何の問題もない、はい、ああなるほどってなりますか、うんうん、まあ、どこがっていうのは、はい、別にこう喧嘩を売ってるわけじゃなくて、はい、どこが間違ってると思うのかちゃんと説明してってだけの話ですから。じゃあ、はい、悪意を持って F の人を貶めてやろうみたいな時もでもありますよね、うんうん、その時は相手が批判的な時ですよね。ああなるほど。僕が言った言葉は別に悪意はなくて言った時に、はい、まあ頭おかしいんじゃねえのかみたいな明らかに悪意が来ると、うん、なるほど。理屈おかしいんじゃないですか、罪を憎んで人を憎まずにお前に心当たりがあるか、うん、これはねちょっと僕意味がわからないです。あ、だからこの理屈にフォーカスしてるだけで、はい、人を否定してるわけじゃないっていう、犯した罪を罪だって言ってるだけで、はい、あなたを
憎んでるわけじゃないみたいな話ですよね。でもまあ罪を犯したのも僕だし、うん、理屈を言ったのも僕なので、うん、その理屈を生み出したのは僕なんですよ。 だからその間違ってるよっていうのが言いたいだけなんですよね。で理屈を正しいと思ってるのは僕なんですよ、うん、例えば 1+1 は3ですって言われた時にいや2ですよって言いたいだけなんですよ。でもじゃあこの理屈ね、うん、例えばで、はいはい、3なんていうお前は頭悪いんじゃねえかって言いたいわけではない。なるほど。ただ、ね、2ですよって正したいだけ、うん、今ねでもねでもねってちょっと今いけない例を出しましたね。はい、はい、これダメな例です。はい、ただ理屈なんか考え方、うん、考え方に合ってるも間違ってるもあります。あるものもあるじゃないですか。あるものもあるやめとこうか。はい、はい、確かに、はい、間違ってるというかそのつながりがわからないから教えてほしい的な感じですね。あ、そう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 。なるほど。僕が考えるのはこういう風ですよっていうのが言いたいんですよ。でそれが違うんだったら違うんで否定してもらったらいいって話ですよ。この考えを否定されても僕は否定されてる気にならないからでも その能力が欲しかったですっていう話です。その能力が欲しかったです。はい、はい、あこの人普段冷静に、あもう褒めこ、それはすごい褒め言葉です、はい、ありがとうございます。MBTI の文献の記述が変なだけでこんなところもあやさんは、はい、なんかどうにかしたい点ですと、うんうん、で僕は僕でこのなんて言うんだろう MBTI とか16タイプで書いてある F み、はい、F の感じ、うんうん、を自分の中で強く感じているので、うん、でも本当にもう皆さんとの出会いにありがとうです、はい、否定じゃなかったんですねっていう、うんうん、はい、